ゆうたろうチャンネル。ただいまの時刻はなんですけど、10月1日の朝ですかね。朝の3時47分になります。もう夜中ですね。で、10月1日になったということで、お酒と炭水化物解禁ということで、この日を待ち遠しにしてたあゆ太郎にとってはね、もう夜中でも関係なしにこちらの牛丼を食べていきたいと思います。あゆ太郎チャンネル。買ってきたのはですね、こちらのチーズ牛丼と、おろしポン酢の牛丼を2つ買ってきました。とビールで夜中からいただきたいと思います。 70% オフのビールからいただきたいと思います。乾杯。今この場はですね、前回の動画でも出したんですけど、今茨城の磯原に来てまして、気になる方はね、概要欄の方に貼っておきますので、なんで僕がこの場所にいたかっていうのはね、そちらでわかると思いますので、ぜひぜひチェックの方よろしくお願いします。ここ僕の家ではないので。じゃ早速食べていきたいと思います。うまそう。はい、じゃあまずはこちらのチーズ牛丼から食べていきたいと思います。いただきます。1ヶ月ぶりのご飯、いただきます。うまっ。泣きそう。ちなみになんかね、今海の音とかすごい結構雑音が聞こえるかもしれないんですけど、目の前今海なんですよ。ここ海をバックにして牛丼を食べるっていう、素晴らしいですね。うまっ。今日はですね、はい、ちっちゃい時みんなお世話になったから、ねる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 、おいおい、チーズ牛丼、最後の一口。うまかった。はい、続きましてこちらのおろしポン酢を食べていきたいと思います。これめっちゃ好きなんよね。
ちらの牛丼にこちらのさっぱりしたおろしポン酢ね、やっぱチーズでちょっとねこってりしたんで、今度はさっぱりいきたいと思います。いただきます。しみる。ごちそうさまでした。めっちゃお腹いっぱい。ということで、まあ今日はね、結構10月1日で爆食いしてしまいましたが、引き続きね、まあちょいちょい軽いダイエットはしながら、まあ、無理せずやっていきたいと思います。まあ結果的に4キロぐらいですかね。まあ痩せたわけなんですけれど、もうちょっとね、頑張って体をバキバキにしてやりたいと思います。ちょっと久々にこんな食ったからね。気持ち悪い今。ということで、これからも頑張っていきます。この動画がいいねと思う方はグッドボタンお願いします。この動画がそんなに良くないなと思う方もグッドボタンお願いします。ということで、次回の動画でまたお会いしましょう。バイナー。空は青く澄み渡り、海を目指して歩く。怖いものなんてない。僕らはもう一人じゃない。空は目指して歩く。怖くても大丈夫。僕らはもう一人じゃない。魔法をいつか解けると僕らは知ってる。月が咲いて太陽が今枯れた。傘を